マケドニア共和国の伝統的なオロホラは、バルカン半島地域由来の林部の一種で、ホロ、オロなどとしても知られている。バルカン半島以外の国々でも見られる。綴りは国によって多少異なるが、踊りを指すギリシャ語のコロスと、同義語で古代ギリシャの芸術形態のホレーアに由来する。ギリシャ語のホロスの元々の意味は、和である。ギリシャローマ風に、季節の移り変わりは、 象徴的にホーラの踊りとも言われており、転じて、春の花、香り、優雅な新鮮さとの意味も持つようになっている。ホラや、オロの言葉は、多くのスラブ語が言語に見出され、は意味を持つ。動詞、オリチは、話す、聞こえる、歌うの意味を持ち、もともとは、祝福するとの意味であった。ギリシャ語でのホロスは、ギリシア語ポントス方言では、ホロン、ブルガリア語で、ホロ、 ルーマニア語で、ほら、かつてのユーゴスラビア社会主義連邦共和国ではころ、あるいはオロ、トルコ語で、ほら、アルバニア語で、バレ、ヘブライ語でほらと同義である。ジョージア語のホルミトの言葉は、アジャリア自治共和国地域から伝わってきている。その住人のカルトベリ語族のラズ人は、ギリシャのポントス人と何世紀もの間、共存してきており、 ホルミという言葉は、隣接するトルコの国会沿岸のホロンという言葉と、つながっていると見られている。ディールルスピリーでのホラ、ブカレストホラは、伝統的なルーマニアの民族舞踊であり、踊り手たちは互いに手をつなぎ演習場を回るように、踊る。一般的な伴奏楽器は、チンバロム、アコーディオン、バイオリン、ビオラ、コントラバス、サクソフォーン、トランペットまたはパンパイプ。ホラは、 結婚式のお祝いや祭りで人気があり、農村地域における重要な社交上の娯楽である。最も有名なホラの一つが、ホラウニリーで、1859年に、ワラキア公国とモルダビア公国が統合して、ルーマニア王国が成立した時に、その成立を賛美する歌が、ルーマニア人の愛国の歌となった。ルーマニアとブルガリアが EU に加盟した2006年の大晦日の祝賀の、 間、ルーマニアの人々は、欧州の歌のエサ3ジとして、ホラブクレイを、ブカレスト中の大通りで踊っていた。ホラの最も大きな縁のいくつかは、ギリシャのピンドス山脈にて、地元のアルーマニア人によって行われたものがあり、マナキス兄弟によって撮影された20世紀初頭の映画で見ることができる。ブルガリアのショップ地方のホロ、伝統的なブルガリアのホロには、多くの形態がある。 輪になる必要はなく、曲がった列でも踊られる。ホロのステップは非常に多様である。結婚式で通常踊られるホロは5種類以上あり、それぞれ音楽のリズムと踏むステップが異なる。おそらく、ブルガリアにて民間に伝承されているホロは100種類以上ある。かつては、ブルガリアでは、ホロに社会的な地位があった。主にコンテストや舞台などの娯楽のためで、 多様な踊りの発展につながっていった。5分から10分で学ぶことができる、あまり技能を用さないホロもあるが、数多くの単純なホロに精通していなければ、身につけることができない、非常に洗練されたホロもある。オロを踊るプリレブの女性。20世紀初頭マケドニアでは踊りをオロと呼ぶ。マケドニアのオロの起源は、社交的なもの、祝賀的なもの、 戦場に向かう前に士気を高めるような歴史的なものなど様々である。例えば、手仕事は困難なものとの意味で男性だけで踊る、踊りの一つであり、その音楽は戦争の悲しみと雰囲気を反映している。オロは男性たちと女性たちが手を繋いで輪になって踊る。結婚式、洗礼、生命祝日、国家や宗教上の休日、 卒業、誕生日などの行事を祝うために踊りが用いられる。モンテネグロとヘルツェゴビナでは、オロは固有の意味を持ち、求愛のダンスを指す。セルビア語で、わしを意味するという言葉に由来する。主にトルコのヨーロッパ側で踊られている。東ヨーロッパのローマの人々の中でもオロは一般的で、その踊りは実際のところ近隣の民族の踊りと似ている。 バルカン地域のロマ以外の人々にも害してロマのオロと、ロマ音楽は非常に高く評価されており、その他の民族音楽についても巧みな演奏家としての評判を得ている。クレズマ音楽でのホラは、ルーマニアの伝統的なホラと同じものである。ゆっくりとした三拍子の波行のような動きと、大抵はそれに続く速いフライリックやバルガーへと続く。 ユダヤ人のホラは東ヨーロッパの国々の踊りと幾分異なる。ホラはユダヤ人のディアスポラと共に広がり近代のイスラエルの民族舞踊における基盤としての役割を果たしてきた。またそれは社会主義的な農業シオニスト運動による国の再建の象徴となった。実際には1924年に最初に踊られたホラ・アガダチによって 人気が高まったと主張する者もいる。この曲は伝統性を考慮しているとはいえ、この曲の振付師で踊り手のバルフはガダチの名前にちなんで命名されたものである。ホラは通常イスラエルの音楽で踊られるが、時折幅なギラのようなユダヤの歌を用いることもある。踊る時には、皆で輪を作り、手をつなぐ、あるいは背中や肩で手を組み、大人数で踊る時には、 何へもの同心園を作ることもある。初期の頃は、器物や小さな共同体で行われて、しばしば何時間も踊っていた。ホラは徐々に、イスラエル中で集団で踊られるようになり、イスラエルのみならずアメリカ合衆国やイギリス、カナダのユダヤ人たちが、婚礼やその他の祝賀の場で踊るようになった。踊りは、近代のイスラエルの独立前の20世紀の初期に、すでに、 アメリカ合衆国で見られており、それらは東欧からの移民ユダヤ人によって持ち込まれた踊りであった。ユダヤ教徒の成人式でホラを踊る間、その成人と時にはその家族も椅子にあげることが慣例である。イスラエルの伝統に則っ,って多くのユダヤ人の結婚式でも行われる。アビトレンダーノがユーロビジョンソングコンテスト1982でイスラエル代表として歌った。 ホラは、踊りのホラのことを元にしている。ありがとうございます。